はいどうもつけ麺ズー磯部おいちゃん、はい、はい、今日は、はい、サニーで買ってきたものを一致するまで帰れません。まあ、最近よく YouTuber さん、いろんな YouTuber さんがやってるやつ、俺らだったらもう余裕じゃない。余裕ですよ、この3人はもう心つながってる以心伝心なんで、もう無理。そうそうそう、もう一旦で終わる。一旦で終わらせよ、はい、なんかもうそういう尺とか考えずに、はい、もうまず1店舗目、はい、マックさんで。おーマック、もうマックといえばあれですからね。まあマックといったらあれでしょう。あれでしかない、あれでしかない、あれでしかない。もう終わらそう、マジで。終わらせよ。よし、ほんじゃあ一旦目、一旦目、一旦目というか、まあこれで終わるであろう、はい、一旦目、うん、買ってくる、買ってきましょう、行きましょう。はい、つけ麺ズ、はい、はい、買ってきました。はい、もう中身は一緒だと信じてる。そう、いやもうこれ当てちゃっていいの。いいんです、いいんです、いいよ、信じてる、信じてる、俺は信じてますよ。一せーので、てりやきー、ぽーい。え、てりやき、てりやき、てりやき、え、てりたま、え、え、え、てり、てりや、てりやき、てりやきじゃん。好きなの。好きだけど、俺新商品の最近出た。ああ、なるほどね。俺二人に合わせたのに。うわ、さすが。マジか。いや、俺本当だって、てりたまこの前、本当ついこの前出たばっかりだから。ああ、みんな新商品攻めしようだと思った。まあ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 。楽しい、楽しいな。とりあえず食べようか、うん、これ食べて、じゃあ次の店舗に。これマックで一番好きなテリヤキ、人生初テリタマ、うまくない。お、圧倒的に一番うまい、うん、おいよ、あ、完食。え、はい、大丈夫。じゃあ次の店舗へ向かいましょう。はい、はい、はい、もっともっと、はい、ここで終わらせましょう。はい、行きましょう。よっしゃ、行ってきましょう。はい、じゃあ俺行ってきます。はい、はい、第2巡目です。はい、行ってきました。カモン。2択ですよ。2択です。2択でしかないです。あれかあれかで、はい、あれかあれか、2択。弁当と言ったら、はい、もう弁当と言ったらっていうやつですね。そうですね、はい、みんな大好き王道。王道、いやもう王道だよね。王道です、みんな大好きです。そう、当てに行こう。はい、行きまーす。はい、はい、せーの、唐揚げー。まあこの2択でしたよ、この2択でした。唐揚げ、唐揚げ、え、ゴリ弁。そう、この2択だったんですよ。いただきます。いただきます。うまっ、やっぱのり弁でしょ。うまいな。うまっ、マジで。え、でも海苔弁じゃない、やっぱ。でも、まあ、お弁当といえば、いや、でも、俺、弁当買うってなったら俺絶対唐揚げ弁当選ぶわ。人気ナンバーワンが海苔弁ですって。はい、完食。うん、はい、あ、じゃあ3店舗目行きましょうか。はい、はい、こちらね、3店舗目、はい、3店舗目ですね。はい、セブンイレブンですね。セブンイレブン、俺は1個あるよ、もうあれ。セブンイレブンと言ったらあれっていうのは、なんだろう、セブンイレブンといえば。これな、じゃあ俺に合わせて。わかった、わかりました。わかった、俺に合わせて、阿部ちゃんに合わせていこう今回、うん、ちょっと。でも阿部ちゃんがセブンでいつも買ってるのってあれしかないんですよ。あ、え、ちょっと待って。お、おー、オッケーオッケー。まあちょっと、じゃあ、じゃあ阿部ちゃんから。いただきます。はい、はい、買ってきましたよ。もうちゃんと俺を考えて買った。もう考えました、もう考えました、すごい考えましたよ俺。もうセブンといったらこれ。はい、せーの、アイスコーヒー。ちぎりパン。あー、揚げパン。そっか、ちぎりパンです。唐揚げパン、アイスコーヒー。アイスコーヒー。あー、いただきます。うまい、やっぱちぎりパン。セブンのコーヒー美味しい。完食。うん、はい、会員。うん、あの、はい、じゃあ次の店舗へレッツゴー。4店舗目ですね。はい、ミスタードーナツさんですね。ございます、ミスド。はい、一斉のでポテティング。はい、うん、はい、ごめんなさい。はい、5店舗目、はい、サーティワン。おー、いきます、
せーの、ポッピングシャワー。うわポッピングシャワーでしょ。はい、はい、じゃあ次行きましょう。はいはい、ね、はい、6店舗目です。はい、店舗目ロッテリアさんです。おー、はい、ちょっとさ、ロッテリアっていう概念はちょっとやめない？やめよ。ハンバーガーショップっていう概念で、概念、はい、ハンバーガー、ハンバーガーっていう概念、概念、ハンバーガー、ロッテリアはちょっと一旦忘れよう。ロッテリアっていう概念を取っ払おう、捨てて、ハンバーガー屋さん。オッケー、じゃあ行きましょう。はいはい、はい、もうお待たせしました。わかんないけども、6店舗目です。はい、もうね、空も暗くなってきまして、空、はい、空近いね。お待たせしました、揃いました。はい、せーの、ハンバーガー、ハンバーガー。いや、あのロッテリア、ロッテリアハンバーガー、やったー、イエーイ。概念、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 やっぱ意思疎通できてたな。でもロッテリアでハンバーガー選ぶのもなかなか難しいというか、いや、俺らのそのもうこのなんていうの、お腹いっぱいっていう気持ちと、うん、早く帰りたいっていう気持ちが多分初めて多分意思疎通できて一つの方向に向かって歩き始めたんですよね。そうです、お腹いっぱいになってから、うん、そう、今まではもうバラバラで自分の好きなものを選んどったけど、初めてね、ね、いや、これでこそつけ麺つ、いや、これでこそつけ麺つですね。概念、最後までこの動画を見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタン、よかったらお願いします。お願いします。 Twitter、Instagram もフォローお願いします。お願いします。バイバイ。これ何？え、唐揚げ棒。あ、唐揚げ棒、あ、唐揚げパンって言ってなかった？唐揚げ棒、俺もだから、これにつられてもしかしてパンって言ってた。